からインスタライブしまーす。はい、ということで、さあ、質問返すよ。ということで、はん？はん？思ってることが顔に出やすいんですけど、どうしたらいいですか？一緒。もうビビもね、もうバカ正直なんで、もう顔にドド出るんですよ。私も直したいんですけど、やめられないというか出るんで、まあそれはもう生涯もう向き合っていきましょう。続き。あ、サンキュー。そして友達ですか？元気なんて、元気ですよって、元気じゃないけどね、うん、まあ元気ということにしといてください。あ、女の子のファン好きですかって来てますけど、好きですよ。私男の子のファンも嬉しいですし、女の子のファンも嬉しいですけど、やっぱアイドルなんで男の子のファンが多いんで、女の子のファンはあんまいないから、すごい、びっくり、女の子も好きでいてくれるの、ありがとうっていう気持ちで、嬉しい、好きってなります。続きまして、なくないかな、なくないかな、あった。はい、握手会行こうかな、ビビアンとか待ってます。明日のお昼までにお申し込みしてください。はい、次、なんかないかな、あ、ピーハーチョー。はい、そういうことでね、アビビちゃんこんばんはってコメント読んでます。今ありがとう、ありがとう。そうなの、そうなの。はいはいはい。おはよう from USA。大好き、ビビね。最近知ったんですけど、ユナイテッドステイタスアメリカでアメリカなんですよね。はい。あんにょー、あんにょー、ハグさん。なんだっけ、忘れた。大阪いる、楽しみ。755みたいな、575みたいな、なんだっけ、557なんだっけ、まんじゅう食べたい、中華まん。はい、握手会では何色の服着る予定？もうね、虹色、ですよね。あ、うん、そうです。最近はですね、ある勉強をしていますね。はい、それはまたちょっとね、後ほど。ビビ、毎日可愛くなっていくから、ビビる、ビビだけに。そうなの。私の日々は、可愛くなるために生きるっていうことなんで、最近はアンチエイジングがしたいです。もう本当に老うことが嫌で、なんで二十歳になるの、もう二十歳になることが本当に嫌で、なんで二十歳になるのが嫌かって言ったら、二十歳、大体、人間の、グラフ見た時に、二十歳までがどんどんこう伸びていって、二十歳からガッカー下がるんですよ。もうそれが、もう本当に嫌で、あとはもう老いてブスになっていくだけって考えたら、もう人生どうしようって思ってやめまくってたんですけど、だけど、はい、そうでもないみたいです。うん、でいろんな人が教えてくれました。私本当に泣いてたんですよ、二十歳になるのが嫌で。でも受け入れることにしました。はい、だってさ、ウィビが二十歳って言わなきゃ二十歳って分かんないじゃないですか。っていうことはそういうことですよね。顔が物語るんだ、可愛すぎです、ハートだって。ラブズッキュン。いやー、そんなわけで、ウィビちゃんいつまでも可愛いなって、あうん。最近流行りの顔ハート。はい、ということで、髪染めないの、本当は金髪とかにしたいんですけど、私が金髪にしちゃったらもう、中身がすごい、すごい、なんていうんですかね、ちょっと汚いのに、髪の毛まで金髪にしてしまうと、私多分金髪をうまく扱えないと思うんですよね。金髪がもったいない。そうで、しかもちょっと中身も汚いのに、髪の毛までそのね、染め散らかすとすごい散らかった状態になると思うね。私は黒髪マンです。ピヨピヨピーン。髪ピンク、あ、ピンクもねやりたいですよ。あ、森トロカラーピンク、ポコシッポピンク、ビビアン追ってよ。
やりません。そう、染め散らかすとね。そう、友達マジに言ってるから、アクス連れてくるね。え、マジで連れてきて、友達になろう本当に。ビビ、マジ友達いないんで、みんなみんな友達に。くそ、うちの鳥マジ急に怒るんですよ。更年期かな、大丈夫。あんちゃん、水色似合いそう。あ、水色好きです。どうですか水色。絶対キュート。うちインナーから絶対に、あ、インナーからとかもね、めっちゃしたいです。金髪大好き。握手会で何話せばいい？こんにちは、話すことないですってくれたら、もうビビが100倍で返します。何してるの最近、どこに生まれですか、これか、一緒だね、あれ美味しいよね、梅ヶ谷町、長野県出身、長野県ってあそこだね、日本のここですよね、知ってます。うるさいですね、やめよう。そうなんですよね。あ、黒目可愛いだって。そうなんですよ、私黒目が黒目が可愛いんです。じゃあなんで見えない敵と戦ってるのかな。はい、今度握手行ってもいいですか。ぜひ明日のお昼で締め切りなので、ぜひ。持久走つらすぎ、泣いた。あ、老いた。うわ、老いた。いいね、老いたはかわいい。お酒何が好き、いや何が好きって言えるほど飲んでないです、マジで。ね、パリちゃん太るんすよ、マジでリアルにね。パリちゃん暑いの。そう、お酒太りません。太るんですけど、あの頃に何度も歌った、好きだった、歌が歌いたい。I love you baby 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 振り向いてくれ、僕を虜にした唇、君を独占させてよ、せめて夢の中で。この歌知ってます？ AKB の有名な曲だったらみんな知ってんじゃない？なんだっけ、大好きな走り出すバス追いかけて。ちょ、むずか。バス追いかけて、僕は君に伝えたかった、心のモヤモヤが消えて、大切なものが見えたんだ、みたいな。こんな簡単な答えが出てるのに、何にためらって見送ったのだろう。僕が僕であるために、むする。ああ、衝動に素直になろう。ごめんごめん、ビビが走ったらポリちゃんが怒らなるよ。大好きな君が大好きだ、僕は全力で走る。はい、質問返します。さあ、一番最新の質問を見てみようじゃないか。何のポケモンが一番好きですか。なんてたってたってたっ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 て、帽子が取れかけた名探偵ピカチュウが一番なんだよ。はい、次。どれが最新なのかな。ビビちゃんに会いたいんですけど、どうすればいいですか。明日のお昼で握手会の、応募があってるんで、もうみんな来て、お願い。もうね、来れば来るほどビビが喜ぶシステムです。はい、続いて。ここにおるおる。もうこの世のすべてのなんかアイドルっぽいポーズ全部しちゃうよ。はい、続いて。
うーん泳げません。続いてあ、また引用しちゃった。どれにしようかな。徳川家康。はい、おー確かにライブしてるときどんな気持ちですか。確かに分かんないよね。でもねすっごいテンションがもうビビアンの場合はね、もうあの普段でマックステンションここやったとしたらもうここらへん分かる。もうって感じだし、なんかプラスこうお客さんが盛り上がってるかなって気にするんで、結局ここらへんみんな盛り上がってっかなみたいな、そうビビちゃん推しおるかなみたいな、そうわーとなりつつもこうビビ好きな人を探してあのレスを送って、そうで他にも目があった人にビビのこと好きにならんかなってこう視線を送ってますよ。どう握手会に来たこのあなたね、そういうことよ。だって今日もあのビビの自己紹介多分知らない、インスタグラムのフォローの方知らないと思うんですけど、みんなが大好きなあんといえばつぶあんかしやんしろあんビビアンありがとうございますっていうのがあって、で白あんの後にあんみたいなあのあんがね、白あんの後にビビアンみたいなこと言ってくださいってお願いしてるんですよ。だからビビアンって言ってほしいんですけど、まあ、もう何でもいいよこの災害祭っていう話で、でビビがあのつばんこしやしるわーんって言ったら、みんながジャイアンとかドリアンとか言うんですよ。で今日はもうジャイアンの主張が強すぎて、あのつばんこしやしるわーん、ジャイアンありがとうございます、 HKT48 チーム T2 の村川ジャイアンですって今日自己紹介したんですよ本当にひどい話だと思いませんか。だから今日は私ジャイアンなんです。どうもジャイアンです。でも本当にねライブしてる時は楽しいし、あのみんな来てごらん本当に楽しいから、多分ねアイドルを好きじゃない人も多分私のことフォローしてる方が多分多いと思うんですよ。アイドル好きな方っていうか多分じゃない方が多分フォローしてくださってるのかなと思うんですけど、あのねアイドルって本当にね素敵、本当にこう儚くてなんか私は好きですね。最近儚いって言葉がただ私の中で流行ってるんで、儚いって言葉がこう多用されるだけなんでございますけども、本当にね大好き、いや、うん、自分の存在のこともね好きになりました最近やっと。どうですかはい以上終了ね。歌が上手なジャイアンですよ本当に。はい続いて質問いきますよ。どうにしようかな。はっ。みちゃんのこと大好き。辛いです。辛くなるなら嫌や。でも嬉しい。大好きなの。なんか私はなんかこう私からは私のことを大好きって言ってくれてる人が見えないから、なんかすごい未知数なんですよ。携帯での出てくる文字とか数字ですか、こうあの不特定多数の方の大好きが伝わってこないので、これ別になんか宣伝とかじゃないんですけど、本当にねなんかこう直接言われると嬉しさ700倍って感じなので、本当になんか、うん、でもこうやって文字で言われるのもすごく嬉しいです。ありがとう、大好きなの、ありがとう、そういう気持ちです。だって大好きって言われてごらんなさい、みんな嬉しいでしょ、そういうことよ。嬉しさをはい、じゃあ、あ、言うことは、はい、ちょっと分かんなくなりそう。え、ポケモンとアズズ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 さ、知りません。最高。あ、公演中のレッスンにはどう返したらいいですかね。もうにっこりにっこりありがとうです。はい、続いて、あ、待って。あ、インスタのストーリー上げすぎて上げれなくなったりするところ本当好き。いやでもね、インスタのストーリーあの転生になるまで上げたらマジでフォロワーさん減るんですよ。本当にもう私悲しいんですよ。人に嫌われること好きじゃなくて、基本あのみんながビビのこと好きだったらいいなって思うんですけど、まあ嫌う人もいるんで、もうそれはもうまあ仕方ないなって思うんですけど、そうでもあのやっぱねフォロワーさんが減るっていうのはめちゃくちゃ悲しいんで、どうしようかなみたいな
ビビ的にはもうめちゃくちゃね、めちゃくちゃ更新したいんですけど、本当に。続いての問題いきまーす。今いっちゃんのマイブーム、今いっちゃんのマイブームはこれですね、ズバリてってくてーん、青、毎日青着てます。そして最近買ったこれも青です。これ今ここも青青ばかりです。はい、続いて、もう忙しい。最近ね、病んでたけど、ね、元気になったからすごい急に寂しくなっちゃって。そう、いた、二十歳怖いよね、分かるでしょ急にそうなの。韓国で買ったジャンパー、そう、あ、ライオンして、あ、ライオンするするする、私ちょろいからね、する。おおちゃんとね、ライオンするにはちょっと準備が必要なの。あのね、去年の、 1,2 月ぐらいにね、韓国行った時に買ったジャンパー、やってね。ここら辺のさ、なんか汚くない？ここら辺。ライオン。こんぐらいがちょうどいい。ライオンです。スクショして送って、みんな保存する。画面いっぱいのライオン、トットコビビアン。どこのアウター、なん韓国で買ったか分かんないんですよね。笑ったら心の毛がハモハモするんだけど。こういうフィルターみたいじゃない？なんか質問あれば。オスの方なんだね確かにオスやん、オスだよ。いつかまた韓国に遊びに来て。オッケー、オーライ、オッケー。ハゴシプタよ。ハンガク、モゴ、モゴ、マニモゴ。モゴモゴ、マニモゴモゴモゴ。年金や税金高すぎて困るよね。いや、ほんとそうなんですよ。ほんと許せない。高い、高すぎる。髪染めないんですか？髪の毛は染めたいですが染めません。次、もう質問の答えになってない、ひどい。 Do you watch Ultraman? No, I don't watch Ultraman.
But I like Evangelion very like I like very like like love love love。 おすすめです。おすすめって英語で何て言うんですか。はい、次ガールクラッシュに来てね、任せて。あ、でってかでん、メイクのポイント、メイクのポイントはとりあえず肌真っ白にしたいのと、アイメイクにめっちゃ時間かけます。最近はなんかマジで昔紫のアイシャドウつけててマジで大丈夫って感じだったんですけど、はい、紫のアイシャドウを卒業しまして、最近はピンクとか系とかつけてます。オレンジとかかわちいですか。はい、ありがとう。続いてあん、ビビちゃんこいつ来た、おしめにする、待ってるよ。嬉しい、おしめんか、私あなたのおしめになりたい、おしめになりたい。やば、忘れとった、これで遊ばないか、ミミ。あ、かわいい。あ、ミミちゃんの言ってた一度並べ使ってけどめちゃめちゃ可愛くてリピしてる。いや、そんなに可愛いでしょあれ多分。お、まばたきでハートが大量放出する。はい、続いて、あ、かわいい、サバカスがいっぱいついた。リリちゃんの恋人になりたい。恋人はダメよ、いい子だよな、だって嬉しい。あっち脱いでも着ても青、はい。そう、とっとこ走るよハム太郎、大好きなのはひまわりの種。みんなお願い、アクスカイぜひ遊びに来て。もしもし、ビビアンだよ。はい、どうもポケモンマスターサトシでーす。あー、ファンファンフィーの先生、同じだね、お赤いよ。これ大好き、このフィルター。バリムス。変わんのせんときが一番嫌だ。あ、挑発していく、行かないでっていう遊びができます。ただいま夜の2時でございます、ができます。一発でコージハルさんのインスタ乗れちゃいます。あ、これ大好きなの、ぺこぱさん。あ、こめかみマンだ。頑張って頑張ってこめかみから草生やす人ね。あれあれ、あ、もう生えとる。頑張ってこめかみに草生やす人の真似。
電波送ってる。え、怖いんだけど。やめようやめよう。サイレント感。あ、かわいい。いにゃすよー。あ、かわいい。ラメがいっぱいついた。あれ、私天使。あ、チョンさ、私死んだの。フラフープこれ。いつも一人で遊んでるのって。終わっちゃった。握手会の8分遅くない？そえんな。こんな時間に誰よ、起きてるの。邪魔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 。赤いにしよう、かわいい。誰よこんな時間に起きてるの。寝なさい早くとか言って寝ないで。最近の私のじゃあお気に入りのアイメイクをしてみましょうか。気にならんならん。キュンキュンする言葉一言。愛しとうと。これはもう深くは触れないでください。Baby, I love you! Wow! Really? Thank you! Very, very exciting! みんなが毎日を楽しく幸せに生きれたらそれが一番だと思います。お幸せにどうか皆さん。私も幸せになりたいです。私のね、悩みの根源はまずは二十歳になったことと、他にはもう言えないんですけど、頑張ります。そばかす可愛くない？鬼と呼んでもいいですか？だってぜひ鬼だよ。うるせえな、うるせえなってちょっと失恋したな、失恋したなって。こっちとら恋愛禁止なんだよ。しませんよ。オンマーと呼んでもいいですか？あんでよ。オニーがキッポ。あ、イゴ？イゴオンマー？最近どんべしてないの？最近どんべしてなーい。そばかす機能なの？そうよ。ほら。そういうことです。
あ、みんなコアラのマーチ買ってください。コアラのマーチ買うとコアラが救われます。お願いします。オーストラリアのコアラを救ってください。お願いします。コアラ、コアラ大好き、コアラかわいい、お願いします。はい、ケバブって呼んでもいいですか。どこら辺がケバブか言って面白いともらってもいいですか。節分は何かするの。あ、節分はですね、鬼の仮面を買い、鬼となりマリラちゃんのお家にイーって入って鬼役をする予定です。全部嘘です。あ、韓国人の元彼がビビアン好きだとだって。私元カレかーい。一番好きな化粧品は何ですか。日本のコスメ大好きです。なるほど、ということは日本のコスメの中でってことですか。キャンメイクは日本ですかね。キャンメイクがめちゃめちゃ好きです。キャンメイクのマスカラ下地が最高だよねえ。みんなそう、握手券ぜひぜひ、握手券買えばビビちゃんが救われます。はい、韓国でもモテモテなビビちゃん、多分ね、日本より韓国の方が私のこと好きなんじゃない、台湾ぐらい。もっとね、もっとね、全世界でね、私を好きって言ってくれる人が増えたらなと思いますが、私の言語力が足りず、英語も喋れず、日本語も喋れず、韓国語も喋れず。愛を伝われといったところでございます。はい、そんなわけでもう皆さん寝ましょう。私も化粧として寝ます。明日に備えて、バイバーイ。チャルジャーよー、여러분チャルジャーよー、グッナイシーユー、バイバーイ。皆様おやすみ。急に終わる。バイバーイ。あ、最後はちゃんとした私に戻っとこう。ずっと戻るんよーい。はい、じゃあぜひ握手券買ってね。ビビちゃんと、ビビちゃんとお話ししたいやんな。お願い。会いに来てください。バイバーイ。ホワイトミ